だ。はい、買い物をしてきました。まずは納豆ですね、58円。これは薬屋ディスカウント薬局かな、こちらもディスカウント薬局。インスタントの味噌汁ですね、218円。あとは、3割引きの油揚げ、これが60円ぐらいかな、3割引きで。こちらの豆腐、冷ややっこで食べるやつですけどもね、半額であったんで2つ買ってきました。で、まあ、麻婆豆腐をね、食べようかなと思いますので2つ買いました。1個43円で、麻婆豆腐の素、母親がね、辛口ちょっと嫌いなんで甘口をわざわざ買ってきました。137円。はい、ちくわですね、5本入りのやつが78円。そして、ニラですね、128円。次が業務スーパーのもので、メヒジキ78円。エビフライですね、僕はエビフライ好きじゃないんだけど、母親がねエビフライ好きなんで、まあ買ってきましたね、418円。そして特売のチキンカツですね、1キロのやつ488円。3割引きの、カツオ梅ですね、こちらが308円ですね、3割引きで。あとキムチ鍋の素108円。ということで、買ってきました。これからお昼ご飯を作ります。はい、基本処理です。いつもありがとうございます。10月7日、月曜日、今日はですね、母親がデイサービスに行ってますね、午前11時です。今回はですね、こちらですね、ハッシュドビーフっていうね、あまり、買ったことがないんですけどね、ご飯をにかけて食べるやつですね、牛肉のあのシチューみたいなやつだと思いますけども、それをね、豚肉ですね、豚肉のバラ肉で細切れかな、作っていこうと思います。こちらね、今回、裏の、レシピ通りちょっと作ってみようと思います。というかレシピ通りだったらね、あの牛肉じゃなきゃいけないんだけど、まあ豚肉で、それ以外はレシピ通り作ってみようかな。半分ですね、作ります。4皿分作っていきます。玉ねぎ、今野菜がね結構ね、高くてね、すべてのものが高いですね。本当ね、気がつけばね、3年ぐらい前に比べたらね、1.5 倍高いものってザラにありますしね、2倍ぐらい高くなっちゃったやつなんてもありますね。お米なんかね、本当ね、2倍ぐらい高くなってんじゃないかな。本当ね、なんとかしてほしい。物価だけでもね、なんとかすればね、意外と選挙勝てると思うんですけどね。なんか選挙が近づいてるっていう話も聞いてるんで。テレビ見てないけどね。なんか、噂ですけど。そうか。新聞の見出しで見たんだ。なんかもう選挙やるよっていうね。割とね、60以上の人って政治とかに興味ある人いたりしますけど、僕はもう全然そういうタイプじゃないです。あまり政治に期待したくないっていうのもあるけどね。さあ、自分に期待しましょう。ね、自分の未来に。母親の介護もね、やってますけど、なんか、なんて言うんだろうな。自分のためにやってるぐらいのつもりで、
やっていきます。ちょっとあれかな、ハッシュドビーフだからちょっと大きめっていうか薄く玉ねぎをねスライスするけどね、あまり小さすぎないようにねしていきます。最近ね海外旅行はなんとなくね行けない感じかなというね、なかなか難しいですね。3週間ぐらい行きたいんだけど、一応ね3週間ぐらいねショートステイできるみたいなんだけどね、もうあらかじめ2ヶ月3ヶ月前から予約しないとなかなか、例えば3週間連続で母親を預けるとかね、そういうのはなかなか難しいみたいでね、なんかどうでもよくなってきましたね。まあしばらく今年は海外旅行行けなくてもいいかなみたいな、ちょっと諦めムード諦めムードでいたらね、なんかあまりなんか行きたいっていう切実な気持ちがちょっとないんですね今ね。ちょっと凍ってるけどこのままやっちゃいますか。玉ねぎ、カレーと違って人参もじゃがいももないからね、シンプルですね。あとは牛肉の代わりに豚肉ですね。結構ね、料理はねなんかだんだん好きになってきましたね。まあ時間にねある程度、僕の場合はね外に働きに出てない分ゆとりがあるんでね、その分なんて言うんだろうな、まあ音楽聴きながらね料理したりっていう感じの生活がね、なんて言うんだろう、まあ割と楽しくなってるというかね、そんな感じでしょうかね。もうちょっと肉解凍しとけばよかったかな。でもちょっと張り付いちゃった。自分が作ってね、美味しいもの食べてみたいような気分になってきましたね。もっと新しいメニューに挑戦していきます。450ちょうど入れてきます。はい。あとは沸騰したら15分煮詰めるという感じか。ハッシュドビーフだけじゃね、野菜が足りないということでね、キャベツの千切りをちょっと作ってね、シーチキンとマヨネーズであえてサラダを作ります。はい。まあ、キャベツはね、かろうじてね、野菜の中でもまあ、値段がね、あんまり上がらずに来てるやつなんで、積極的に食べていこうと思います。YouTube 見てるとね、みんななんて言うんだろう、包丁さばきがね、早くてね、上手な方多いですね、素人でも。羨ましい。僕なんかもうあれだね、怪我したくないから、もう早くなろうと、包丁さばきを早くしようなんて気持ちはやめといた方がいいね。15分経ったんで入れてきますね、半分。さあ、はい、これで。なんか水が足りない気がするんだけど、どうなんだろう。ちょっと水入れたい気分だけど、ちょっと我慢しますかね。もうちょっと煮込みましょう。その前に、こちら、あえてきますね。これはね、ある方からいただきましたね。シーチキン好きなんだけどね、僕あんまり買わないですね、シーチキン。マヨネーズで、あえると。
昔はね、本当に肉よりもね、魚の方が安かったですね。魚肉ソーセージとか。子供の頃結構ね、いっぱい食べましたけど、最近はね、あんまり普通の肉とね、値段が変わらなくなっちゃって。まあ、ねえ、それだったら普通のソーセージ食べようということで。あんまり魚、魚肉ソーセージも食べなくなったし。シーチキンもね、だいぶ高くなったんでね、こういうマグロ漬けですか。もう5分、そろそろ、あ、やばいやばい。焦げそうだった、危なかった。危なかった、そこがこれ焦げるとこだった。よかったね、気がついて、ギリギリ。うん、焦げなかった、焦げなかった。はい、いいでしょう。じゃあ盛り付けまーす。そんな水出てないね。うん、大丈夫。はい。こんなもんかな。どうでしょう。それではいただきます。まず味見ですね。うん。ハヤシライスとはまたちょっと違う感じかな。どうかな？うん。うん、なんかカレーの方が思いっきり食べられる感じがいいね。味がね、はっきりしててね。これ、ちょっとハヤシライスとかね、ハッシュドビーフって。なんつったらいいのかな、味の主張が、味の主張、主張が弱いっていうかね。うん。やっぱりカレーの方がね、主張してる感じがいいね。とはいえ、美味しいです。これはこれで美味しいけどね。最近ね、TVer っていうね、見逃し配信でネットでテレビを、やってるやつで、久しぶりにね、昔のテレ、昔のっていうか今のテレビ局のね、バラエティをちょっと見たんだけどね、知らない芸人さんも多くてね、なんかあまり楽しめないですね。楽しめなかったね。ほんとね、テレビ離れしちゃいました、僕は。ほんとにね、映画も見なくなったし、小説も読まなくなったし、テレビも見なくなって。YouTube ぐらいかな、見てるのは。なんか、久しぶりにね、内村プロデュースっていうバラエティ番組が復活したっていうことでね、臨時でね、ちょっとね、TVer で見ましたけどね、昔はこういうのを結構楽しく見てたんだけど、今ね、全然楽しめないっていうか、笑えないというかね、ちょっと変わったね、僕もね、テレビ離れしちゃって、思考が、好みが変わったって感じです。だから今はね、YouTube と音楽かな。Amazon Music。最近はね、デビッド・ボーイのね、全盛期ですね。70年代前半のアルバムをね、
聞き直してますね。意外とあのいいアルバムが多くて、あのデビッド・ボーイっていうとね、ジニー・スターダストが有名ですけどね、ジニー・スターダスト以外のアルバム、結構いいですね。70年代前半のね、うん、おすすめです。まあ、僕がね、独身とか無職とか、元派遣社員とか、そういう感じの Vlog のカテゴリーにね、僕が入るもんだからね、その手の動画ね、結構見てるは、見てはいるんだけどね、やっぱりね、やっちゃんねるさんとか、きよたんさんとかね、あと、枝島さんとかね、見るぐらいで、あんまりあれかな、新しくね、最近発見してね、面白いチャンネル、無職とか、元派遣社員とかね、そんな感じの、Vlog ですね。あまりないですね。なんかあんまり流行りじゃないのかな、みたいな。あとはね、やっぱり僕みたいにこうやってご飯食べながらね、喋る人ってあんまりなくてね、ご飯食べながらとかご飯作りながらね、字幕が出てきてね、音楽を聴かせて、こう、動画を撮るみたいなね、手法のやつね、僕あんま好きじゃないんですね、正直ね。出てる人がね、やっぱ喋ってる動画が僕は好きです。だから僕は喋るんだけどね。うん、はい、ごちそうさまでした。今日はね、雨降ってるんでね、庭で、食事できませんでしたけども、まあ、台所でいつも通り食べましたということで、はい、ちょっとね、もうちょっと食べたいんで、昨日、揚げたね、かぼちゃコロッケ、残りがあるんで、これソースつけて食べたいと思います。急遽。一回終わったんだけどね。かぼちゃコロッケです。こういう感じでね。はい。ね、黄色いですよ。うん。母親がね、コロッケの中で一番かぼちゃコロッケがね、好きみたいなんで、コロッケはかぼちゃコロッケだけですね、買ってくるの。うん。あとカニクリームコロッケも好きかもしれませんね。うん。昔はね、野菜コロッケばっかり揚げてたんだけど、最近は野菜コロッケやめて、かぼちゃコロッケになりました。うん。はい。今度こそごちそうさまでした。はい。ということで、ハッシュドビーフと、キャベツの千切りにシーチキンを混ぜた、マヨネーズ和えですね。そして、かぼちゃコロッケをいただきました。最後まで見ていただきましてありがとうございました。基本しとりでした。